カン、貴様の法恩など知ったことではない。猛徳の元を去り敵となるつもりならば、ここで俺が切り捨ててやる。この命は龍玄徳が大使のため、ハコートン、貴様にくれてはやれぬ。根性入れ直してやる。ここまで来れば敵ももう追っては来まい。拙者のため二人には手を煩わせた。心から感謝いたす。さあ兄者のもとへ参ろうぞ。兄者、こうして再びお会いでき、この関雲長感激の極み。ほう、雲長、よくぞよくぞ生きていてくれた。これが曹操殿から送られた贈り物の中に入っていた。それはあの時の揺れは関羽殿が起こしたものだったんだ。お主のものであろう、受け取られよ。曹操はこの力の意味、そして威力をはっきりと理解していた。それよりも人一人を欲したという。確かに力を使えば敵をたやすく倒せる。だが使い方次第では自らも大きく傷つく。曹操とて望まぬ結果を招くかもしれない。関羽殿は違う。万夫不当の武勇だけでなく、決して裏切らない真偽の志を持っている。曹操はそれを欲したんだ。この乱世で自らが全幅の信頼を置いて前線を任せられるもの。全幅の信頼を置けるもの。でも関羽殿は劉備殿を裏切らなかった。劉備殿は真偽の死を失わずに済んで、さらにもう一人も得ることができた。もう一人、紫龍さん。ついに劉備殿の正式な配下に認められた。これでようやく紫龍は主を得たんだ。国も軍もない流浪の主についていく。これも志のなせることなのかしら。一応今は深夜の城を与えられているけど、今はこうして深夜の城を借りているが、いつまでも居候に甘んじるわけにはいかんが、趙雲たちも配下に加わってくれた今、必要なのは戦局を見極められる軍師だ。なんとか迎えられないものだろうか。劉備殿、曹操の軍勢がこちらへ向け進軍中との知らせがありました。曹操が我らを撃つために動き始めたか。なんとかここでしのがなくては。うん、騒がしいな。どうした翼徳。兄者、怪しい奴が城の周りをうろうろしてたから捕まえてやったぜ。こいつ曹操の患者かもしれねえぞ。お前は何者だ。見たところ志願兵でもないようだが、もしや本当に曹操。いや、決して怪しいものでは。俺は徐玄直、軍学を心得ているものです。劉備殿、曹操を撃退する方策、俺に任せてもらえませんか。